はい、どうも、ギズロです。今日からぼちぼち、やっていきます。なんか喉がおかしいな。まあ、一応、ここも片付けたいのと、はい。まあ、一応、この工具類をちょっと片付けたいですね。で、まあ、工具類と、まあ、材料類も片付けたいですね。まあ、あとね、ちょっとわかりにくいけど、外には、もういらなくなったトモあるんで、それ燃やします、切って。あとはこれ車の道具ですね。まあ一応ここが8畳の部屋なので、まあここも綺麗にしていきます。はい、まあ、一応ちらっと見えるんですけど、まあこれジモティー、トイレで、まあこれちらっと見えるのはジモティーでもらってきた布団ですね。かなり大量にあるんで、まあ干しに行きたいです。干したいですけど、干すよりもあのクリーニングにちょっと一旦出した方が早いので、クリーニング出していきます。じゃあまずここを片付けることから始めましょうかね。はい、やばケツですね。この白いズボン履くとね、相変わらずまあケツが食い込んでますわね。はい、じゃあ今回で2本目かな。2本目の動画になります。まあ、相変わらずタイムラプスと、まあ、ちょっとねトランザクション使って、おしゃれかなみたいな感じになってますけど、まあまあ物が多いんですよ。まあ、今までやっぱりその物がなくて物を溜め込んだっていうことがあるんですよ。とにかくまあ物がないからその何をするにも、できないから、物を買って物を使ったらまあ整理整頓しないでやってきたわけですね。でもまあとにかくね、その場をしのがないとあのどうこもならないんですよ。その場しのいで、まあその場をしのいだ状態で一時的な、なんだろう、安全地帯みたいなのを作って、じゃあ計画と全然違うことになってるけど、じゃあこれからどうしようかっていう、そんな感じで行き当たりばったりで苦労してきたっていうものの積み重ねが今この動画になってますね。いやでもまあ懐かしいというのは懐かしいし、これは整理整頓をしながら、まあ、自分しか、まあ、自分がね、3年前ですね、2020年の7月30日にこの家に入りました。まあ、結構売り主のじいさんの態度は悪かったんですよね。まあ、意外とこっちから聞いたことに関しては答えないけど、まあ、あっちの言いたいことを言ってくれると、まあ、典型的な事実で、まあいい、まあ、そんな、まあいいよって、それを分かった上でね、自分がカーホームレスからまず卒業するために、まあ、この家買いましたので、今、結論から言うと、ルームシェアハウスという形でですね、もうオープンしてます。まあこれはですね、4月の上旬の動画になりますね。で、撮ってたんですけど、ちょっとノートパソコンが壊れまして、動画の編集はまあ長い間できてないという状態でした。で、何かというと、Windows 8.1 なんですよ、前のノートパソコンで。しかも、まあ、8ギガの CPU メモリではありますけど、まあ、ちょっと動画を編集すると、まあ、クリーンしっぱなしということで、まあ、ちょっとデスクトップの10万近いものを買ってきましたね。まあ、それはちょっと構想したわけかが分かんないし、まあ、パワーミレターを使うと、結構カクッカクッと動くので、まあ、NEC 向けのパワーミレターとか、いろいろあるんですよ。まあ、これをデスクトップはまだ使い始めて間もないんで、いろいろまあ Windows、 なんだっけ、パワーあメディアエディターだったかな、なんかそのそれっぽい名前の感じがあったんですけど、まあそれを Windows 11、 Windows 10ってなくて Windows 11でも、まあなんか内蔵してあるものがあるような気もするんで、まあその内蔵してあるものを探してアップしていきたいと思います。ちなみに、もうオープンしてますんで、概要欄から Twitter から DM ください。あと Google マップで検索しても出ます。そこからですね、内覧のお電話をください。
ましたし、3年間僕はそうですね、2020年の元旦に、まあ、今年こそ空き家買うという、まあ、目的と目標だけを抱負で立てて、まあ、やってきましたね。でもまあその年コロナの第一波来ちゃって、早く買わないとカーホームレスが卒業できないっていう事態になっちゃってたんで、まあえいやって買った物件ですね、これが。いやーでもね、初心者、初めて家を買う人に関してこれだけ言いますけど、まあまあ空き家バンクはやめた方がいいっすよ。あの不動産仲介の方が安心して買えますよ、本当に。まあまあまあ声を大にして今言えないんですが、まあその弊害が出てまして、まあその弊害と戦ってる最中です、いろいろね。なんでまあそこら辺は全部自分がクソもミソも本当に飲み込むという覚悟で物件買った方がいいっすね、それだけは言います。かなりコンパクトになりましたね。で結構箱がね2つ開くっていうものすごいことになったので、まあ、結構まあいっぱいいっぱいであのやり散らかしてきたんだなっていう感じがしますね。じゃあ次は車の道具、車関係の道具ですね。まあ、頑張ってきたからちょっと一旦立ち止まって振り返るっていうのも必要なのかなって感じましたわ。はい、じゃあ午後ですね、やっていきましょうか。まあ、一応今度は車の荷物の整理ですね。まあ、どんなものが出てくるのか、じゃあ始めますか。でまあ、とにかく今回の動画はですね、オープンに向けて整理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 整頓整頓整頓っていうような動画ですね。でまあとにかくあのカー用品がすげえ充実しました。何が充実したかって言ったら、やっぱりその去年、2022年の新潟県の柿崎インターチェンジかな、そこら辺であの愛媛のねみかん狩りから帰る際、あの途中でですね、あのやっぱりなんだろう、立ち往生ですね、それに捕まりまして、やっぱりその自分も助けてもらいたいし、自分が助かったら助けてもらった車の人をね助けていきたいなということで、雪道の脱出用のグッズはですね、めちゃくちゃに充実させてます。やっぱり自衛隊の人とダンプのうんちゃんさんに助けてもらったっていうこともあるんで、まあ、今年なんか、スタックしてる車があればね、その人たちに恩を返すわけじゃ、直接返すってわけよりかは、まあ、恩送りみたいな感じで誰か助けられたらいいなっていう感じで、やってますね。まあ、物増えましたね。はい、まあ、一応ね、荷物の荷物は開いたな。まあ、一応このこれとこれに収まりは切ったから、まあ、あとは予備で積んでるバッテリーとかスターターとかだよね。うん。まあ、意外と荷物っていうのはなくて、むしろでかい箱、荷物を入れるための箱がでかくてかさばっちゃってたよみたいな、そんな感じでしたね。じゃあちょっと、車の荷物のちょっとこれ終わらせちゃいますか。でですね、これがまた風呂場ですね。どうしても同調水圧が止まらないんですよね。同調水圧が止まらないんで、まあ、イライラして、まあ、分解しました。で動画では言ってないんですけど、こう水とお湯のこの線ですねをちゃんと入れ直したら止まったんで、まあ、水道屋の見立てって金を取るだけだなって思った感じです。はい、
まあ一応ここネジを締めていきます。まあパッキンがダサいわけでもなく、うん、何だったんだろうね。まあここのネジが実はちょっと斜めに入ってて、それでまあ入れ直した感じです。まあ問題はここがあの温度センサーのところが割れてなければまあいいんだけどね。問題はそこかな。はい、まあ、あとはちょっと後ろにもねネジあるんで、まあ、一応回線して見たらちょっといじってみようかなって思います。ちょっと締めてきますわ。そういうことか。なんだろうね、このネジのさワッシャーのところに1個もう1個リングがあるんだけど、これが邪魔だね。あ、でもこれはこれでいいのか。これはでは締めすぎを防止するリングなんだろうなと思います。説明書ダウンロードして、あとは適当にいじってみますわ。まあ、こんな感じで明日開催してみます。はい、外ごもりプレイス2023オープンしてます。内覧とかいろいろ来てください。お願いします。